はい、皆さんこんばんは、アシクサです。今日はですね、シュレスを変えてみたっていうやつちょっとやってみたんで皆さんに紹介したいと思います。まずは自分でね、首に木の福袋を作ってみたシリーズから、エアマックスワンですね。エアフォースについてきたこの茶色いシュレスをエアマックスワンにつけてみました。最初ね、ちょっと違うのかなと思ったりもしたんですけど、一回つけたらね、取るのめんどくさくなりました。これでいきたいと思います。まあこのアウトソールにね、ちょっと色を合わせてみたんですけど、いかがでしょうか。このミッドソールにね、色合わせたシューレースが純正でついてきてました。でエアフォースのねシューレースなんでちょっと長かったんですけど、なんとかつけることができました。どうですか。でさっき足入れで見たんですけど、やっぱりいいですね。このフロントの部分がねゆとりあっていいですね。やっぱりエアマックスワン大好きです。で続きまして、首にきシリーズからエアフォースワンですね。でこうヴィンテージ加工のこのミッドソールなんですけど、それに合わせてシューレース変えてみました。純正はね、水色だったかなのシューレースついてたんですけど、ちょっとこうおとなしめにしてみました。でこれに純正でついてた茶色いシューレースをこのエアマックスワンの方に使わせていただきました。まあこれは自分の中でちょっと気に入ってます。まあ、このシューレースもツヤあるタイプにしてもいいのかもしれません。いいっすね。でいつもこう紐だるんだるんでつけるんですけど、今回はキツキツで締めてみました。私足の幅が広いんで、どうしてもこう上に向かっていくに従ってこう広がってくるんですよね。まあそれはちょっと直んないんですけど、それなりにキツキツに締めてみました。で最後が昨日着弾したウサギダンク、黄色いシューレースつけてみました。これは黄色のねツヤあるタイプで、なんで黄色いシューレースにしたかといえば、FR2 来た時にねちょっとこれ剥ごうかなと思って、ウサギつながりで FR2 の黄色をもらいました。つけてみたらそれなりです。青、赤、黄色ってだね、信号機の色です。うさぎ信号機。信号機ダンクでもいい。そんな感じで作ってみました。自分なりにはね、大満足で。そんな感じです。皆さんもね、いろいろこうシューレース、いろんなの組み合わせで交換してみるのも面白いと思います。シューレースの動画でした。それでは皆さん、さよなら。さよなら。